おはようございます。すいませんね、僕の授業は何にもノートもなくて、配るものも何にもなくて、何が出てくるかわからない話を皆さん聞くわけですけど、でもちゃんと何かわかりますか？はい、じゃあ本当はちゃんとノート全部あるんですけど、そのアウトラインもし渡したらみんなアウトラインばっかり見て話聞かないですね。ですからまあただ聞くだけでもで得たことをですね、まあ自分の糧としてください。今日はですね、ずっとヨハネ伝から話していますけれど、ヨハネの7章の15節から17節までですね、をまず読んでみたいというふうに思います。じゃあ読んでみましょう。はい。ユダヤ人たちは驚いて言った。この人は聖家に学んだことがないのにどうして学問があるのか。そこでイエスは彼らに答えて言われた。私の教えは私のものではなく、私を使わした方のものです。誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人にはこの教えが神から出たものか、私が自分から語っているのかが分かります。で、皆さんは聖書の力は、ね、ご存知ですよね。これから伝道しようと思う方たちは本当に聖書の言葉を人々に伝え、それによってその人の人生が変わってくださることを願うわけですね。ですから当然クリスチャンになられてからずっと聖書を読む、聖書を理解する、聖書の言っていることは何だろうかということを皆さんは考えながらクリスチャン生活をなさってきたというふうに思います。で、じゃあイエス様はですね、どうやって聖書というものを身につけられたのか。イエス様の、まあ、聖書との関わりですね、どうしたというふうに力ある言葉を持って人々に語られたのか。イエス様はどんなふうにして聖書を自分のものとしていかれたんだろうか。で、そのことをですね、イエス様自身がお語りになっているので今日は考えてみたいわけですね。まずですね、周りの人が驚いたとあります。この人は聖家に学んだことがないのに、なぜこれほどの学問があるのかと、こう言ってユダヤ人たちはイエスの知恵に驚いたというふうにありますね。本当に感謝なことなんですけど、イエス様は聖家に学んだことがないんだそうです。それでもこれだけの影響力を持つですね、そういうお方でありました。確かにイエス様はですね、大工の子でした。幼い頃に父を失い、そしてまたこの長男としてね、弟や妹たちの世話をなさらなければならなかっただろうと思います。ですから幼い頃から本当に日々労働に明け暮れた方ですよね。で、そんなイエスが一体どこでどういうふうにしてこんな驚くような知恵とですね、聖書理解を持っているんだろうと、まあ、大変まあ周りの人は驚いたとありますね。そういうような驚きに対してイエス様はお答えになりました。私の教えは私のものじゃないんです。それは私を使わした人のものなんですというふうに言った。言い換えればイエス様の教えは独創ではありません。彼自身が何と言いましょうか、得たものではない、自分で作り上げたものではないですね。むしろ彼を地上に使わした天の父から直接学ばれたものですですね。それがイエス様の聖書の学び方だったんだと思いますね。もう一つ言われたのはですね、誰でも神の御心を行おうと願っている人なら、私の言っていることがわかる
とこういうふうにおっしゃいましたね。で僕はですね、イエス様だけではなくてですね、誰でもと言われていますが、誰でも神の御心を行おうとするならば聖書はわかるということです。でもそれをするつもりがなければ聖書っていうのはわからない、閉ざされた書物になりますね。まあ、そういうふうなことをまあおっしゃった。ですからそのイエス様の学び方をですね、少し皆さんと一緒に考えてみたいと思いますね。第一にですね、誰でもイエス様が得られたような知恵あるいは聖書理解を得ようと思うならば、これはもう天の父から学ぶより他ありません。もちろん僕たちはいろんな本を読んだり、いろんな人から学ぶことはできます。あるいは最近はインターネットを開くと、もう聖書に関するおびただしい情報がありますから。でしかし、そういうような情報で、イエス様がご自分を養われたような養いを得ることができるかどうかは分かりません。でイエス様が自分を養うような形で聖書を読まれたのは、これは天の父と人格的な交流を持ちながらです。ですからイエス様はそうやって幼い頃からですね、神様と、父なる神様と親しい交わりをなさっていたんだというふうに思いますね。ですからまずですね、人格的な交流を天の父と持たなければ本当の意味で聖書を理解することはできないのかなというふうに思います。そこにですね、パリサイ人たちの聖書理解とイエス様の聖書理解の大きな違いがありました。でパリサイ人たちは学者です。おそらくあそこに何が書いてありますかって言ったら的確に彼らは述べたと思いますね。膨大な知識を彼らは持っていました。それでもですね、彼らの聖書理解が必ずしも民衆を生かしたかどうかというとそうとは限らないですね。でもイエス様の言葉はなぜか人々の心を生かしました。ですから群衆たちもその違いに気がついたと。そして言いましたね。人々はその教えに驚いた。それはイエスが律法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからであるとありますから、民衆も気がついたわけです。ということは民衆は聖書の言葉を誰かが語るなら、どんなふうなものを得たいかを知ってたのね。で、言い換えれば、ごめんね。止まっちゃったけど礼拝に行って牧師が説教しますよね。いろんな方がおいでになる、新しい方もおいでになる。で、彼らはみんな何を得るかという気持ちで来るのね。でこっちはあんまり彼らの欲求を知らないで自分で勉強したものを話します。でも彼らは説教者よりうんと賢い。何なら自分を生かさないものはいらないんです。生かすものだけは欲しいんですよ。それは赤ちゃんだって一緒だと思いますよ。お母さんが乳を与えたり食べ物を与えする、彼らは食べたくないものは食べないよ。自分が本当に糧になるものはぐいぐいと飲みますね。だからうちの長男はね、生まれた時に、まあ、私の妻はあまり母乳がたくさん出なかったんですよね。ところが生まれた最初の子は母乳しか飲まない。でところがあまり出ないからもうね、一生懸命しがみつくけどそれでもあんまり入ってこない。だからミルクをね、作ってあげようとしてもそれは嫌って飲まないんですよ。だからなかなかね、大きくなれなくて、いつも保健所から訪ねてくださる保健婦さんがいて、
お宅は子供を成長させない主義ですかなんて言われた。とても痩せてたんですね。ですから子供は本当に自分に養ってくれるものは飲むけれども好きでないものは飲まない、まあ、そういう意味でね、民衆はちゃんと知っていました。我らは乾いていると、その渇きを満たしてくれる、ああ説教者はどこにいるのかっていうことをね探しているんだと思いますね。ですから民衆はすぐに気がつきました。この人はパリサイ人のようではないと、まさに権威あるもののごとく語られる。ですからイエスのことはビシビシと彼らの心の中に入ってきたんだと思いますね。じゃあどうやってイエス様はそういうような言葉を語るような人になられたんだろうというふうに思いますね。まあ、ともかくイエス様の言葉は群衆の心を動かし感動を与え、時には慰め力を与えたんだと思います。それに対してどうもパリサイ人の説教は人々を苦しめた。ですから気をつけないといけないですね。いつも礼拝行くたんびに苦しめられたら大変ですね、説教者から。だから説教者は苦しめるんではなくて、やっぱその人たちを慰めたり励ましたり力づけたり命を与える。イエス様ってそういう方でしたね。ところがパリサイ人の説教は彼らを苦しめたとあります。つまり同じ聖書の言葉がまるで反対の作用をしてしまうわけです。例えば安息日について、彼らはそれを守らない人たちを厳しく取り締まりました、ね、病人があるときは癒されることよりも安息日が守られることの方が重大だった。イエス様は安息日を破って病んでいる人を癒しましたね。すると癒すかどうかを見て、安息日にイエスがそれをするかどうかをじっと見て、そしてそれをやるといきなりイエスを攻撃したとありますね。ですからその病んでいる人が癒されるということはすごく慰めに満ちた行為じゃありませんか。それをパリサイ人は一緒に喜ぶことができない。むしろ我らにとって重大な安息日を守るという掟を守っているか守っていないか、そのことの方が彼らにとっては重大な聖書理解だったんです。で、時々僕たちもひょっとしたらそういうことになりはしないかということがですねありますね。ですからでも僕は安息日っていうのはもう皆さんご存知のように本来はとても神様の優しいお心から生まれたものだというふうに思いますよ。だって僕はそれをクリスチャンになってね、出エジプト記で読んだ時驚きました。今から数千年も前にですね、人は皆ね、6日働いて7日目を休まなければならない。しかも休むのはあなただけではありません。あなたの家族みんなが休まなければなりません。それだけじゃない、あなたの家畜やですね、あるいはまたこのそこで使えて奴隷や、あるいはね、この召使いや、そういう人もみんな休まなければならないって言われたんですね。でそれを読んだ時に僕はまずこの聖書に描かれている神様はなんて優しい神様だろうというふうに思ったですね。私の父はですね、中国から引き上げてきて、そして子供たちをとにかく養うために、とにかく何でもしなくちゃいけなかった。それでやったことのない商売を始めたですね。で、あの頃は僕らも見ても思いません。父はよくもう本当に働いていました。そしてそのお店が休みの日はね、あの頃は正月の元旦だけ。だからあの当時は本当に人は働いて働いて働いていたんだなというふうに思いますね。で、人はこんなにも働かなければならないのかとね、僕の父の姿を見て思いました。ですから僕は聖書を読んだ時に3000年も前に6日働いて7日目は休むということを守っていたユダヤの社会というのはなんと心の豊かな社会だろうと思った
ですね。で、50数年前にですね、僕はイギリスで勉強をしていました。初めてイギリスへ行ってびっくりしたのはですね、そこは国を挙げて安息日を守っていた。今でもその習慣はだいたいイギリスや、まあ、ニュージーランドやオーストラリアもだいたいイギリス系の人が移民しているので残っているそうですけどね。僕が行った時はもうまさに驚くような日曜日でしたね。さながらこれはもう日本の元旦のよう、全部止まってしまいます。お店も全部止まるんですね。ですから船乗り、日本人の船乗りの伝道をイギリスでちょっとやったことがありますが、船乗りたちはみんなイギリスで日曜日を迎えるのは嫌いでした。せっかくの休みなのに遊ぶところがどこもないんだって、飲み屋さんもない。ですから全部ということはもう本当に静かな日がやってくるんですよ、日曜日になると。で、今はどうか分かんないけど、僕らが子供の頃は日本の元旦はそうでした。別世界でしたね。なんとそういう日はね、日本は1年に1度でしょ、イギリスは1週間に1度来るんですよ。そういう静けさをね、国民を挙げて味わっている国民に到底勝たないなと思いました。日本ではね、日曜日は僕たちのところは阿蘇っていう観光地のすぐ近くです。日曜日はもう渋滞だからみんな本当に大勢の人が遊びにですね、車を使って、しかももう渋滞ですから 大変だと思いますよ、ね、何時間もかけて。ところがイギリスはとっても静か、多くの人は散歩したり、あるいは教会に行ったり、あるいは読書をしたり、そういう時間を過ごすんだろうなと思ってね。だからある意味で僕は安息日が一国民によって長く守られた場合は、その静けさだけでも国民の品性に与える影響は計り知れないものがあるだろうというふうに思いますね。ですから僕はそういうことを思うと、安息日っていうのは本来神様の優しさから、そして恵みに満ちたものとして与えられたものだと思うのね。ところがパリサイ人にとってはそれは人々を縛る一つの手段として使われていた。だから聖書っていうのはいかようにも解釈できるんだなというふうに思ったですね。で、どうしてじゃあパリサイ人の安息日についての解釈は人を苦しめるようになったのかというと、彼らが安息日という規定だけに、その規則だけに目を留めて、その背後にある慈愛に満ちた神様がおられることを見ようとしなかった。つまり言い換えれば、律法とその律法を与えた方の人格を持った神様との間に切断が起こったからです。だから聖書っていうのは神様という人格を切ってしまったら、聖書はただの文字です。それだけではなくて、ただ法律になって人を苦しめる、そういうふうになってしまうことがありますね。だから聖書っていうのは我らはただ情報として学ぶんじゃなくて、物知りになるために学ぶんじゃなくって、生きた方から聞いて、そこから慰めに満ちた神様の意図を理解する、それが聖書の読み方なんではないかと思いますね。だからイエスがなんと生きた、ね、神様ともう人格的な交流を深く持ちながら、実は律法を、同じ旧約聖書です、パリサイ人も旧約聖書を持っていた、でそれを学んでおられていたのに対して、パリサイ人たちは人格的な神と律法を切り離して、それを宗教的な戒律として学んでいたんだというふうに思われますね。そうするとね、神から切り離された聖書の言葉は何になるか、これはドグマになりますですね。人を糾弾します。
だからそういう意味でしばしば聖書の教えを神様から離して絶対化してしまうと、とても厳しい掟になりますね。僕もそれで苦しんだことがありました。それをパウロは、ね、律法からの解放と言ったわけですですね。それがパウロのいわゆるあのパリサイ人からの改心だったんだというふうに思いますね。ですから誰でもイエス様があの読まれたように聖書を読みたければ、まずですね、聖書を書かれた天の父がどんな方であるか、どんなに慈愛に満ちた方であるかということをですね、深く知りつつ味わいつつ読むべきだというふうに思います。ですから聖書を単なる知識または情報としてならば、今ではインターネットで学べますよ。ここ学校来なくてもごめんね、生きていいんだけどですね。で来たらどうしていいかっていうとね、やっぱりここには人格的交流があるから、ね、あの昨日も皆さんと一緒に食事をしましたよね。で食事の後にいろいろ質問してくださった。でも皆さんが、ね、自分たちで夕ご飯を作りながら交わっていらっしゃる姿を見ながら、それぞれここに来るまでは全くお互いに知らない、さまざまなところでさまざまな環境で自分の人生を生きてきた人たちが、人生のある時点である時間だけ一緒に過ごしていらっしゃるわけでしょ。それはとても人生の大切な一時期ですね。たくさんのですね、あの何て言いましょう、思いがですね、皆さんはそこで思いを持たれて次の舞台へと移っていかれるだろうなと思って、うらやましいなと思って見てましたね。年齢もいろいろ開きがありますよね、まあ、そういう一つの時間は人生でとても貴重です。なぜならばそこに一つの人格的な交流があるからだと思いますね。だぜひ、まあ、そういう中で聖書を学んで いっていただきたいというふうに思いますね。で、まあ、そういうことでイエス様はですね、まあ、天の父なる神様と非常に親しい交流を持たれていたことは聖書の中にも記されています。イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたとあります。でそれは父との交流のためですね。彼はそこで天の父なる神様と語り、天の父なる神様から聞き、そしてまた喜びを分かち合っておいでになったんだと思います。ですから私の教えは私のものではありません、私の独創ではありません、私を使わした方のものですと言われたわけですね、まあ、そういうような人格的な交流があったということですね。で僕はですね、まあ、本来あの聖書に限らず学ぶということはそういうものだろうなと思います。ですから人から学ぶんでもですね、やっぱりその人との人格的な交流を通してやっぱり学んでいくんだろうと思います、ね、まあ、これもそれに該当するのかどうか分かんないですけど、昨日ね岡田先生たちとお交わりをしました、ね、岡田先生のところはなんかホームスクーリングを進めるですね、ですから、みんな語学が達者ですねびっくりしました。小さな子どもたちがみんな親も話せない中国が話せるなんて聞いてね不思議なことが起こるもんだなと思ったんですね。 ですからホームスクリーングはとどうしても親と、ね、いろんな時間を共に過ごしますから、彼らの知識を得ることと同時にもうそう人格的な交流もとても豊かなんだろうなと思いますね。で、まあ、そういうとてもあの素晴らしいお話を聞きましたね。で昔はなんとね江戸時代の日本人の識字率って言いましょうか、つまり本を読む能力は世界でナンバーワンだった。
非常に広範囲に一般庶民も皆本を読むことができたと言われていますね。で、じゃあどうやって彼らは本を読むことができたのか。寺子屋っていうのがありました。で、そこで先生が本を朗読する。それを聞きながら声を合わせて読む。難しい本ですよね。論語をそのまま読むんですから。それでも難しい論語をですね、彼らは口を合わせて先生を通して学んでいくうちに、その言葉はどんどん深く小さな子どもたちの心の中に入っていくんだって言ってましたね。だから寺子屋で教育を受けた人との人格と、明治になって小学校教育で受けた人との人格は歴然と大きな違いがあった。深さが違ったというふうに言われますね。だからそういう意味で日本からですね、明治になって、アメリカに使節団が、岩倉使節団が使わされた。その人たちは多くをまだちょんまげを言ったまま、そしてずっと歩いて行進する日本人を見たときに、その時ホイットマンという詩人はそれを見て圧倒された。この人たちはね、こう知識のない東洋の世界から来た人ではないと。人格的な力がね、その人たちからほとばしるのをホイットマンは感じて、それを歌に読みました。残ってますよ、読みますと。感動した人々、その威厳ある生き方、あるいは歩き方、態度、どこからこの人たちはそういう人格や内容を持っているんだろうというふうに、アメリカ人たちが驚いたと言われていますね。で、それは彼らがそういうような論語でですね、寺子屋の教育を受けたからです。すごいですよね。ですから言い換えれば、そこは人格と人格との交流だったんです。先生と生徒の間でですね。ですから現代の学校よりもはるかに深い人格教育がそこで行われたと言われて、それが今見直されててね、いますよね、国語の先生で、明治大学の国語の先生、たくさん教科書本の読み方とか書いている人ね。それはやっぱり子どもたちにやっぱり読み聞かせ、もっともっと朗読、ただ朗読するだけでいいんだ、難しい本をただ朗読するだけでもですね、人間の心っていうのは、魂っていうのはすごく深められていくんだっていうことをね、教えていますが、それが寺子屋の教育だったんですよ。それはやっぱり人と人、人によって育てられていく知識ですね。それがやっぱり人をですね、強くするんだなと思いますね。ですから教会においても大事なのは、ただ聖書の情報をたくさん与えるということではなくて、むしろ聖書によって生きるということをですね、やっぱり我々はもっと大事にしなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。ですから説教者ももちろんですね、大事なことは聖書によって生きるということのが大事です。自分は日々神の言葉を聞いて、それによって生きているかですね。だから毎朝神は我々に語っておいでになるか、そして私たちは聞いて、はい、分かりましたというように具体的な交渉を神様とやっているかどうかということですね。で、そうやって我々は生きていくんだと思いますね。ですからイエス様は言われたんですね。誰でも、第二番目はね、父との交流と同時にもう一つ大事なこと、誰でも神の御心を行おうと願うなら分かる。言い換えれば、ただ学びたいと思っている人は分からない。ごめんね。でも私は何としても今日を生きなければならないんです。どう生きたらいいんですか。で、あるいは今日ある決断をしなければならないんです。どう決断したらいいんですか、というようなことを思って神様に迫りながら聖書を読むならば、神は必ず我々に語ってくださいます。
それがイエス様の読み方だったんですね。で、そういう意味では僕は聖書っていうのはね、実践の書だと思います。人生をどう生きたらよいか、その問いを持って生きる人への指南書、これが僕は聖書だと思いますね。ですから聖書というのは何もしようとしない人には分かりません。あるいはどこへも行こうとしていない人には分かりません。ですからパウロはイエス様と出会った時に何と言いましたか。主よ、何をしたらよいでしょうかと言いました。これが信仰生活です。ですね。ですから同じように我らは何をなすべきかという問いを持ちながら聖書を読むならば、聖書は必ず我々に具体的に語ってくれるように思うんですが、いかがでしょうかね。で、そういう意味で聖書は行動の書だというふうに言いましたですね。で、ですから僕がこの献身してこの神学校に行きたいと思ったけれども、その道が開かれないで、オランダ人の宣教師であるモーレンカンプという方と一緒にですね、まあ、学びをやっている時にですね、僕はそこに、5年近くいましたよ。で、僕はここで訓練を受けるんであれば毎朝ね、少なくとも1時間か2時間は講義をしてくれるのかなと思ったけど、一切そういうものなかった。何度も言いましたけれど、毎日訓練といえば勉強より皿洗いだったりペンキ塗りだったり草取りだったり、ここもそういうのがあっていいですね。朝6時から今日雪かきなさったんですか。そうです、今日はなかったのそうですか、ね、それからもう何て言いましたか、僕たちの、ね、今この住まわせていただいているゲストルームなんかをもう見事に掃除なさっているのをもう驚きました。僕いつも綺麗だなと思ってここに来てたのね。なんだかそれでもあれから3年も経つから少しは汚れているかなと思ったら全然3年経っても以前にも増して綺麗なお部屋に住まわせていただいて驚きますね。ですから、まあ、そういうような労働も僕はとても大事なことだって、僕は5年間あの時はブツブツ言ってたけれど、振り返るとね、その5年間モーレンカンプというとして訓練を受けたことはもうかけがえのない時間ですね。で、そこで学んだものは何かっていうとね、何だと思います。5年間宣教師として学んだことは、ね、時には嫌だなと思う時もありますよ。ある時その宣教師夫妻がね、今から私たちちょっと神戸に出かけます、町に出かけます、で、あなたはあの街道の裏の庭の草取りをしてくださいって言われて、はい、分かりました。見るとそれは広いんですよそれで僕はあの何時までやればいいでしょうって聞いたのねそしたら終わるまでですと言われましたと思ってね、随分ブツブツ言いながらですねあのやりましたよ。なんてひどい残酷な宣教師だなんて思ったですけど、どうして終わるまでですってその宣教師言ったんだと思いますか。態度が悪かったんですよ。何時間ですか、何時までやればいいですか、もうすでに頼まれていて自分で制限しようとします。自分を保護しようとしてますよね。宣教師はそれを取り扱ったんです。終わるまでです。ですから僕はそれで草取りをしながらずっと葛藤がありました。そしてたどり着いたことは何か、なんと僕は悪い態度を持った人間だというところにたどり着いたのですね。言い換えればそこで5年間で学んだのは、どんな場合にもどうしたらいい態度を持ってやられるかということでした。つまり神の働きはいい態度がなくては何もできないですね。それがモーセを神様が取り扱われた道であり、エレミアを取り扱われた道なんですよ。で、彼らは神にははいと言えるようになって、
初めて働きができるようになったんじゃないでしょうかね。ですからそういう意味でですね、宣教師の下での5年間は実際的な仕事が多かったんだけれども、とても深いことを教えていただいたと思いますね。しかもその宣教師は朝食に来るとね、必ず言ったのは、英治さん、今朝神様あなたに何を語られましたかって聞くんですよ。だからいつもその質問があるから用意してないといけないですね。ですからそういうような、あ、神様は我々に毎日語るんだ、そういうことを教えてくれたですね。まあ、そういう意味では神学校とは別の形で人格的にその方から教えられたことはとても多いです。で昨日も一昨日も紹介したように、この人が、ね、80歳になった時ですから今から10年ぐらい前ですね、僕に手紙を書いてきました。そして今神様は私の人生でって、その宣教師が言うんですよ、私にたくさんのことを教えてくれた人に感謝の手紙を書くべきだと神様が示されました。そして誰だろうと思った時、それはあなたでした。英治さん、あなたがあの時5年間住んでいる間にあなたが私に教えてくれたこと、その交わり、その一生、まあほとんどその後もずっと交流がありましたが、その間でたくさんの啓発を私に与えてくれた人として、神様あなたを送ってくれたことを感謝します。そんな手紙もらって僕びっくりしましたよ。ですね、ですから、ああ本当に人格と人格を通して学ぶということはとても大切なことだというふうに思いますね。まあ、そういう意味でですね、何事も私たちが行おうと思うならば分かるとイエス様がおっしゃったので、皆さんもぜひですね、神の言葉を聞くときには、私もあなたに従います、やりたいと思います、どうやったらいいか教えてください、まあ、そういう気持ちを持ってね、学んでいただきたいと思います。何時までですか？10時10分前、まだありますね。疲れてない？大丈夫？はい。で、まあ、そういうわけで僕自身ですね、聖書のいろんな教えというものはどちらかというと生活の中でやっぱり学んだことがですね多いですね。で、例えばですね、神様が私のお父さんだっていうことは、これはもうただ情報ではない。この方がお父さんだと分かった瞬間に僕はもう感動で涙が出てきましたですね。今まで僕は自分の人生っていうものを支配しているのは運命だとか宿命だとかそういうもんだと思ってた。だからとても怖かったですね。なんとかその災いを逃れるために僕は神棚に向かって拝んでいた。ところがクリスチャンになって、なんと天地万物を作られた方が僕の人生を決定する方だ、運命や宿命じゃない、しかもその方は私のお父さんだということを知った時には、もう僕は未来の恐怖から解放されました。ですから天地を作られたこの神様が自分のお父さんだということは概念ではありません、体験だったんです。で、ついに僕はね、イエス様の十字架っていうのは分からなかった。なんで2000年前のイエス様の十字架が、ね、いつも説教で聞くけれどもピンとこないですね。それが分かるのにはもっと何年も何年もかかりました。それが分かったのは自分がいろんなことをやってみて挫折して、で自分は自分の力で良い行いをすることは全くできないというところに追い詰められて、ああ私はなんて惨めな人間なんだろうということが分かった瞬間に、ああそのために
イエス様は十字架にかかって死んでくださったんだなと思うと、でその時に初めて僕は解放を得ましたね。で同時にまたこの復活がよく分かんなかった。こんなこと言うからキリスト教を伝えられないんだよなと思いながらいたんですよ。クリスチャンでしたよ。それなのに僕は天の父は分かっていたのに十字架が分からない、そして復活も分からなかった。もちろん言葉では、ね、十字架を信じますと言いますよ、あるいはまた復活を信じますと言いますよ。でも十字架が分かるためには、今簡単に言いましたけど、長い年月がかかりました。そしてまた復活も一緒ですね。で蘇るっていうのはどうも非科学的だと思ったんですね。でも僕はね、牧師になってたくさんの人が死にゆく姿を見ました。そして僕は初めて死というものが本当に身近なものになってきた。そしてその時に、もし未来の世界がなかったならば、死後の世界がなかったならば、イエス・キリストの復活がなかったならば、なんと死は恐ろしく暗いものだろうと思ったんですね。でもそういう死に行く人の姿を見て、復活というものが家族にもその人にも我々にも大きな希望になっていく、これももう毎回体験、そしてそれは喜びになっていったですね。内村貫蔵もそうでした。彼もね、最初から全部の教理を頭では知っていたけども、体験的に知っていたわけではないんです。彼が知っていたのは唯一の神ということを最初知っただけ。その後やっぱり贖罪は分からなかった、復活も分からなかった、再臨も分からなかったんですよ。ところがね、この贖罪というのはやっぱり彼自身が、ね、結婚に失敗して、そして挫折の中でアメリカに渡っていって、何とかして彼はね、自分を変えたい、何とかして神様に喜ばれるものになりたいって言って、慈善事業をたくさんやった。で個人で働いて、あるいはそういう子どもたちのために奉仕をしながら、ところがやってもやっても平安が来ない、苦しいですね。その時アマースト大学のシーリーという先生に会います。でその先生が言いました、内村お前は自分のね、内場から見ているからいないけないって言ったんですよ。なぜあなたはね、顔を上げてイエスを仰ぎみないかって言った。初めて彼はね、自分を見るのをやめてイエスを仰ぎ見た時に、十字架の、ね、イエス様がそこにおられるのを見た。その時に彼の思いが全部捨て去られていくのを感じたって言います。それが彼の贖罪体験だったんですよね。これからはもう自分の律法によらない、完全にイエス様の恩恵によるという言い方に変えられたんですね。復活も彼は分からなかった。ところが自分の娘のルツ子さんが19歳で亡くなった時に、彼女がね、死ぬ時に何て言ったかっていうと、もう行きますと言ったそうです。その言葉で彼は、ああ彼女は死んだんじゃないと言ったんだ、イエス様のところへ行ったんだ。それでもう彼の心は苦しみから解放されました。喜びにあふれてね、葬儀の時にはね、ルツ子さん万歳と叫んだそうです。彼もね、随分もう何と言いましょうか、行動がダイナミックと言いましょうかね。でそうして最後に再臨は、これはね、第一次世界大戦を通して自分たちが期待していた欧米諸国が、ね、もう戦争はしない、だって聖書を我々に伝えてくれたあの欧米諸国がなぜあんな残酷な戦争をやるのか、その時に思った。人間の力では平和は来ない、平和は神の国が来る時に来る。イエスがおいでになって、イエスが王にならなければ地上に平和はない。こうして彼は再臨を期待しました。そしてイエス様、早くおいでくださいという信仰を持ったって言ってるのね。ですからそういう意味ではね、僕はどんな人にとっても聖書っていうのは生きている人間に語られるんだなと思う。一生懸命生きる、
ですね。すると御言葉は生きて働いて私たちを変えていってくれるのかなと思いますね。だからイエス様は言いました。誰でもですね、御心を行おうと思うものは分かると言いましたね。しかも私の教えは私のものではなくて父から教えられたものだ。どうぞ皆さんもですね、聖書はとても力があるので、そうやって学ばれた一つの聖書は必ず皆さんを通して誰かを生かしますですね。まあ皆さんここに学びに来られているということは、やっぱり少しでも福音を誰かに伝えたいなというお気持ちで学びに来られたと思いますので、ぜひ皆さんを通して神の言葉が働いて誰かを慰め励まし力づけるものであるようにと祈りますね。じゃあお祈りをしましょう。天の父なる神様、あなたの恵みを感謝いたします。こうしてイエス様は誰よりもあなたを通して御言葉を学んでいかれました。そこで民衆は驚いて、何という教えだ、そしてまた何という権威ある教えだと驚いたとありますが、どうぞ我らも父より御言葉を学ぶものでありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、一応これで終わりますけれども、10時10分までですよね。どんなに頑張っても使えないね、この時間ね。ですからあと10分質問の時間がありますね。でもみんなちょっと疲れてないですか？ちょっと立って背伸びしてくださいそしてあと10分質問に答えたいと思いますね。そうだね、大丈夫？まだ聞くエネルギー残ってる？だからあんまり重くない質問に答えましょうかね。まあそうですね、でもみんな重いね。ちょっと待ってね。すいません、どうしよう。じゃあまあ今僕説教について話したりしたんだけれども、僕は生活の中で説教したくなくなったことはないですかって、もう立てないと思ったことはないですか、そんな時はどうなさいましたかという質問ですけど、たくさんありますですね。で、まあ僕自身と思っているのはですね、まあここで話す時もそうなんですけど、僕も大体3年ぶりですけど、以前は毎年来てましたよね。大変ですよ、ここで実家話すの続けて話すのはね。だからね、説教は、ね、牧師を僕50年もやってるわけだから、50年間話し続けてるわけでしょ。でも一度だって楽だと思ったことはありません。でもし説教することが楽だと思ったらおしまいです。あるいは説教することに慣れたらおしまい。だから説教することには慣れないこと毎回がおののきでないとできないよね。だって申し訳ないもの、そこに来られている人たちに。皆さんもここに座るために膨大な準備と時間をかけて、また費用もかけてここにいらっしゃるわけじゃないですか。で、僕がそれに慣れて話したらつまんないでしょ
僕はね、うちの教会にね、演奏家がクリスチャンじゃないんだけれど大津の教会の街道を使わせてくださいって練習に来られる演奏家たちがいるんですよ。ピアニストとバイオリニストとチェロを弾く人、でそのチェロを弾くリーダーの方は国際的な人で、タイのね、なんだっけ、王室交響楽団でずっとチェロを弾いてた人だそうです。あ、タイか、あなたはミャンマーだ。タイ でだから割と優れた演奏家たちなんですけど、なぜかうちの教会にはグランドピアノがあるんですよ。そのピアノがとてもいいピアノなので、ここで練習させてくださいって、どうぞって言って練習なさっているんですね。ですからいつも演奏会、今はコロナで少ない人数しかできないんですけども、でそのチケットをですね、いつもくださるんですよ。一番前の席を開けていますから、もうぜひ弾きください。それなのにね、なんとなくなかなか行かなかった、僕たちいろんな都合が悪くて、それとまあとても難しい曲をお弾きになるんですよ。だから教会で一度弾いてもらった時には賛美歌だとか、あるいはとても有名なクラシックの曲だけどね、もうだからなかなか行かなかったんだけど、でももう妻がね、もう申し訳ないからね、今回だけはもう行きましょうっていうのね、分かったって言って行こうとしたら、服装を見て、そんな格好じゃダメとか言われて、招待されてるんだからきちっとした服を着てよなんて言われてね、それでもうしぶしぶ出かけて、そうしたら渋滞ですね。だから、演奏会行くのも大変だなと思いながら、長い距離だねと言いながらしてた。突然気がついたんですよ。それは僕たちの教会から熊本に向かう道路ですね。毎日曜日、この同じ道を通って僕の教会に来られる方が何十人といるんです。で、僕はたまにこっちから熊本へ行くのに、ね、渋滞でブツブツ行って、遠い遠いとか言っててその時に僕は、ああ教会に来てくださる方はこんな苦労しながら毎週来てくださってるんだな、しかも今コロナでね、短い説教で短い賛美で終わっても交わりも本当に短時間ですぐに帰られる、彼らは来る時間の方が滞在する時間より長い、こんな時間をかけて来られるのにね、僕は思った。それにふさわしいだけの説教や、あるいは賛美や交わりの時を教会っていうのは提供しているだろうかと思ったですよ。だから僕はある意味で説教というのは、これは慣れちゃダメだと思った、あるいは気楽にやっちゃいけない、むしろおののきながら毎回毎回、ね、神様はね、私はあなたから与えられたものを語れるだろうか、ね、自分ではなくてあなたがやってくださらなければとてもできませんというような気持ちでやらないとやれないことだなというふうに思いましたね。だからここで説教したくなったことがありますか、前に立てたいことがありますか、その時はどうなされましたかというふうに、でやっぱり毎回おののきながらやることだな、でおののきがある方が正常な感覚です。で、おののきがなくなったらは自分は異常な説教者です、どこかが狂っている、おかしいですね、神様にも前の態度が間違っているかもしれないですね。ですから本当におののきながら、そして本当に神様から言葉をいただきながら話すべきかなと、またヘビになりましたね、もっと軽い話にしようと思ったけど、まあ、そんなことを思います。だから誰だって大変なんだよ。そうですから皆さんもおののきながら前に立って証しをしたり、そしてまた賛美リードをしたりなさってください。はい、以上で終わりたいと思います。ありがとうございます。はい。